だからね、役者も一人の作家であるべきなのよ。その場その場でミスしないように演じるんじゃなくて、作劇的な盛り上げに加担しなきゃいけないわけの芝居なら言ってくるでしょ。チャレンジングな芝居は必要だ。はい、アクア君もどうぞ。ああ、金田一敏郎、ララダイの代表兼演出家で。そこだろうね、愛が恋をしたのは。隣いいですか。星野、芝居少しずつ良くなってきているな。このまま千秋楽まで気張る。いつ頃からいるんですか。最初からだ。ララライはもともと演劇専門学校で芝居をやってた奴らが自分たちでサークル演劇を立ち上げたところから始まっている。演劇学校の演劇とサークル演劇って違うんですか。やりたいことをやりたい身勝手な奴らでララライを立ち上げたわけだ。まああれは失敗だったかな。もうやらん。詳しく聞きたいですね。詮索するな。教えてください。ダメだ、子供にする。任せろ、俺もおっさんの失敗は気に。金田一さん、やさかえて飲みましょう。